吉田神社最上初代、元宮神議官僚長城とは、吉田神道を継承する吉田家当主が代々名乗った、称号。元来は、神議官僚長城並び南座高等であったが、やがて、神議官僚高等長城と略されるようになり、神議官僚長城が一般的となった。また、神議官僚や、神議長城、神道長城とさらに略されることもある。 神道を司る死であった浦部氏の流れを組む吉田家の当主は、代々神儀大福を世襲し、吉田神社の宮司を務めるなどの神事を過食とし、古典研究の蓄積によって南北朝時代までに卓抜した地位を築いていた。15世紀に当主となった吉田金友は、代々伝えられてきた古典研究の知識をもとに、吉田神道と呼ばれる神道説を体制し、 朝廷や室町幕府の信任を得て、新党会の圧倒的な勢力となった。金友は、日本初期神代巻に、主に神事を司ったという記述がある、雨の子屋根の命の子孫である吉田家こそが、神道の宗家であると主張した。ただし、賢友は、浦部氏及び、吉田家の系図を改ざんして、自身の説を裏付けさせていた。金友は、神義博であった、 白川博王家に対抗して、自らが神道の主催者であることを示すため、少なくとも文明8年頃には神道長城を名乗り、やがて神に官僚長城並び南座高等の称号を名乗るようになった。諸写年義官主ハットと発布の数年前に、自社奉行から神道長城の説明を求められるような状況だったものの江戸時代に交渉学が発達すると、 吉田家の仁義官僚長城という肩書には疑念が唱えられた。このため、1779年、吉田家は神技類を表し、仁義官僚長城が自称ではないということを、礼儀下、礼修下などを根拠として示した。だが、これらの多くは、吉田家の当主を指して、希木,木長城という呼び方が存在していたというものであった。唯一、カ禄三年に、 浦部金名を宛てに出された臨時には、放棄5年以来浦部氏が、仁義官僚長城並び南座高等という住職を、接種してきたと、明記されていた。しかし、木木長城は、同時期に、複数の人数が挙げられる、律令正常の職であり、浦部氏の独占ではなかった。しかも新東海の長というわけではなく、相当する一回すらない下級職であった。さらに、 火力三年臨時も応案四年頃に作成された偽造文書であった。以降の吉竹投手も幕末までこの称号を名乗り続けた。ありがとうございます。